弥生の皆さんです。今年のテーマは尾張三英傑の一人豊臣秀吉。信長の後継者争いである清須会議をはじめ、天下統一を成し遂げるまでの生き様を弥生の世界観で表現します。さあ、こちらも大時代のチームでございますね。なんか例年にも増して皆さん気合十分で、ね、押されます背中、気合でも、はい、さあ、それでは皆さん準備が整いましたら4チーム目紹介したいと思います。さあ、まばたき厳禁でございます。それでは準備が整いました、参りましょう。4チーム目です。弥生です、どうぞ。それでは皆様よろしくお願いいたします。泣かせてみせよう、夢の続きを。
ありがとうございました。